如来とは、サンスクリットのたたが型の漢訳であり、語義は、諸説あるが、仏教で、釈迦や、諸仏の証拠に用いられる。仏陀の十の称号である十号の一つ。如来を聡明として十号のうちに数えない場合もある。言語は、ボン、であり、ただ赤だ、ただあとぎたびなどと音写し、如来やジョと訳す。この上なき尊いものという意味で、無常状とも言われる。 ブッダ合による解釈ブッダ合による五儀釈のすべてではないが一部としてトサアがガタ同じく一切を知る知恵に到達したもの過去に出現した古物が皆一切知性に到達したように同様に送る身も一切知性に到達したためトサガタ同じくすべての煩悩を滅ぼして去るものタタアラコナムアがガタ信の特徴を悟ったものなどがある 中村元による解釈仏教学者の中村元によれば、タタアガタとは本来、そのように意義者、あのように立派な行いをした人という語義であり、仏教、ジャイナ教、その他の古代インド当時の諸宗教全般で、主要完成者つまり、悟りを開き、真理に達したものを意味した語であるが、如来という簡約表現には、人々を救うために書くのごとく来た立者という構成の、 大乗仏教的な見解が潜んでいて、初期仏教における語義とは、乖離があるという。新人如来如来とは、如実の道に乗じて、小学を来生するがゆえに、如来という。ハリバルマン、常実論如実にしてきなるがゆえに如来と名付く。いずれの方を序と名付くや、涅槃を序と名付く、知るゆえに木と名付く、来の儀破格の如し。涅槃を序と名付け、 ちげおきとめいづく。ねはんを正しくさまするがゆえににょらいとなづく。にょじつしかもらいこめいにょらい。なんほうみょうじょねはんめいじょ。ちこめいらい。らいいぎにょぜ。ねはんめいじょ。ちげめいらい。しょうがくねはんこめいにょらい。せしん、てんほうりんきょううれいはひさげしゃにょじつのみちよりくる。ゆえになづけて、にょらいとなす。たいちどろんおうじにょらいにょらいというはじょうからだとし、しこうしてきたる。 故に如来とな付く、問う。上体とし、思考してくるが故に如来とな付くとは、これを王人にして木の儀あるべし。新如発信には、遺憾がきあるや。答えう。本は、隠れ子が今現れるがごとく、また木と称するを得。に尺未応問者。体助次来。古名如来。また序書物。古名如来。問い。体助次来。古名如来。 このゼオ人由来にしんウジンカユーライギ。発心うんなにありき。答え、ジ本ホンイーマまた徳将来。ヨシしょうまん宝くつつしつんで真実の証を表さば、すなわちこれ、リ体エの妙意、無常涅槃ンの極かなり。すなわちこれ、必死滅度のガンより出たり。また、証大涅槃のガンとなずくるなり。しかるに、煩悩ロウのボン 生死在塾の群れ燃え、上り症以降の診療を取れば、即の時に、大乗生成樹の数にいるなり、生成樹に従するがゆえに、必ず滅度に至る。必ず滅度に至るは、すなわちこれ、上落なり。上落は、すなわちこれ、筆境弱滅なり。弱滅は、すなわちこれ、無常涅槃なり。無常涅槃は、すなわちこれ、無意発心なり。無意発心は、すなわちこれ、実相なり。 実相はすなわちこれ、保守生なり。保守生はすなわちこれ、真如なり。真如はすなわちこれ、一如なり。叱れば、三田女来は女より来なしで法王、か、主々の身を示し、源氏たまうなり。親鸞。ありがとうございます。